皆さんこんばんは。今日のゲーム紹介動画1本目は、校長ジャムスキンでスーパーコレクション。<laughs> ということでね。<laughs> あのね、やね、ゲーム紹介動画撮る前にちょっと面白いことがあって、んちょっとそれが、あの引きずってた、引きずってた引き,引きずってた引き<笑>,笑い笑いを引きずた。てた笑、い終えてから、ただめかったんだけど、<laughs> まあ、ちょっと何があったか軽く説明するね。あの、今、トーク動画を撮るための、あの、スマホの準備したので。て、 まずこれをここに置きました。で、スマホの動画を準備しました。で、撮影ボタンを押した瞬間に <laughs>、こうなったの <laughs>。で、こうなったから、あ、もう撮影が始まっちゃうっつって <laughs>、すぐに戻した <laughs>。だから、俺が、あの、反応速度が2秒ぐらい遅れてたら、多分下が映った。うん。だから何言っちゃうんじゃけど。でね、こんなことで1分使っても <laughs> もったいないんだけど <laughs>、 今日はゲーム紹介、あの、今日はね、虫キングオフ会ということで、まあ、楽しかったです。新規参加者さんが、えっとね、今日ね、5人来たんだよね。俺さ、知らなくて面接通してたらしいのね。で、俺面接してなかったからえ、えって思って。だいたい俺が面接するんだけど、俺以外の人が面接して通す場合もあるのね。うん、でもだいたい面接官は俺の知り合いだからさ、うん、俺が任せてる人だから、その人たちが通した人を俺が文句言うことはないと思うんだけど、まあ、基本的に、 うん。いい人たちばっかりで。今日5人来てくれたメンバー。うん。5人同時に来たいですって言ったから、5人枠を空けたんだよね。うん。もうご迷惑おかけしますって言ったから、別に迷惑だとは思ってないよと言ったでいや、でもわざわざ5人もね、チケット取らせていただいて,てか、チケット制ではないんだけどなと思って。まあ確かに座席,座席とかあるから、チケット制ではないんだけど、まあチケット制に近いのかな。あの、無試験学科行て、例えば、今日は60人、 呼びまーすみたいな時に、あの1から60までの数字があるのね、参加者の。で、俺たちスタッフは数字関係ない。あの、座んないから、そこの席に。で、あの始まりの挨拶みたいなのさ、あの、いつもやるわけよ。うん。今日もグオフ会に来てくれてありがとうっつって、うん。無理せず楽しみましょうみたいなね。体調崩さないようにね、ちゃんと、あの、飲み物とか飲んでね、みたいな感じで。うん。今度さ、ゲーム紹介動画でさ、俺がムシキンフ会で あの始まりの挨拶っていうのを予行練習みたいなのでやったりようか多分面白いって言うと思うよいろんなパターンがあるだけどまあ基本的には来てくれてありがとうパターンが一番とあと雨が降ってる時に足元の悪い中来てくれてありがとうねみたいなパターンとなんか見慣れたメンバーがいますねっていう観客いじりパターンうんあの大体見慣れたメンバーなんだけどあの知らない人ばっかりの時もあるわけよ 俺,がね、でも俺のなんか身内関係者が半分席占めたりっていう時あるからでね参加者の割合大体ね俺の次第が半分以上なんだけど、まあ、30人が平均ね30から50が50ってあんまないかな3540ぐらいかが席なんだけど多い時で60人呼んだことあるで最高記録がね120人っていう席設けたことあるんだよもうさ120人っていうと体育館みたいな感じのさ場所でさなんかあの 卒業式とかさ、あるじゃんあの、校長先生の挨拶みたいな。卒業式と校長先生の挨拶はちょっと違うんだけど、なんかそんな感じ、体育館みたいなところで椅子パイプ椅子並べて、皆さんよろしくお願いしますみたいなね、話をしました。うん。まあ、いいや。何の話をしちゃうんだ <laughs> そう、ムシキングオフ会の挨拶っていう話ね。多分、この動画見てる人でムシキングオフ会に来たことがある人は、岡さんが、あいつも言ってる挨拶のことだなと思うかもしれないけど、ムシキングオフ会に来たことないよーっていう人は、 なんのこっちゃっていう。何の挨拶だってなってると思うから、あ、んま気にしないでください。明日もね、虫禁語吹き替えやるんで、またその感想会みたいなの言おうと思います。でね、近々時間があったら、新しく虫キング動画作るんで、開けます。早ければ、日曜日かな明日。月曜日かなわかんないけど。取らないかもしんないし、めんどくさかったら。取れたら取ります。で、解釈かけてたからちょっと取らなくしたなと思って。あと、おかくんの私物コーナーも、いつかまた、うん、再開します。 そんな感じでよろしくです。あと30秒しゃばっか。<laughs> ちょうど5分くらいで作る。<laughs> てかさ、なんで校長先生とさ、卒業式が結びついたのかよくわかんねえや。<laughs> うん。まあいいや。それでは、じゃんけんをして、あ、今じゃんけんしたらちょっと早いなこれくらい、50秒くらいにじゃんけんするとちょうどいい。それでは、じゃんけんします。じゃんけんぽん。今日はうきでした。それでは、今日も聞いてくれてありがとう。また明日も。 よろしく。一秒待った。あ、カウントなんか止まんない。<laughs> <laughs> たまにね、あのボタンを押してもね。